ありますのでおかけください。じゃあこちらで、ゆきなさんこちらの方に、はい、はい、ありがとうございます、はい、すいません。今日はですね、リカちゃんが目の前にいますが、はい、こちらですね、リカ美獣シリーズ、今時親子にアプローチする、このママでも欲しくなるというのが今のコンセプトなんですよね、はい、こちらですね、かっこいい甘辛スタイルのスノードロップです。ゆきなさんどうですか、リカちゃんがライダースを着るっていうのが私、いや本当にびっくりしました、うんうん、リカちゃんにライダースと思ってびっくりしちゃって、私今日真似しちゃったんですけど、そうそうそう、覚えました。ゆきなさん今リカちゃんがそのまま大きくなったみたいな感じになってますよね。ちょっと、はい、一番再現しやすいなと思って、うん、はい、ちょっとやってみたんですけど、うん、やっぱりライダースを見て衝撃を受けましたね。ついにここまで来たかと思って、今回4つテーマがありますよね。どれが一番ゆきなさんの好きなものですか。こういうのさらっとなんか着てどっか行きたいなと思うのはやっぱりこの子、はい、あ、なるほど、この子。逆にお嬢さんに着てもらいたいなと思うのはその4つの中からどれですか。これかな。だからね、でもお揃いで、お揃いで来てたらすごい可愛いですよね。あとね、娘を、はい、まあ、まあ変な話、うん、自分のリカちゃん人形じゃないけど娘を着せ替え人形だと思ってる部分があるんですよ。子供がリカちゃん人形にやるみたいな感覚で、私がリリナにこれ着て絶対可愛いからこれ着てみたいな、うん、ドレス着させたりとかして、リアルな着せ替えごっこ、リアルな着せ替えを、やだとか言われることないんですか。基本的にリリナとこう似てるので趣味、あの、はい、好みが、彼女もこれだったので好きなのが、はい、あ、そうですよね。そうだからこちらでしたね、好みが合うからすごい、あの、合うんですよね、そこは。あ、いいですね。じゃあ大きくなったら一緒にお洋服とか交換しながら実際に着れるかもしれないですよね。ね、やりたいですね。ね、いいですよね。親子2代でリカちゃんが好きという、自分自身が小さい頃遊んでたリカちゃん人形を今娘と一緒になって遊んでること自体が奇跡だなと思って、あの頃はそんなこと思ってなかったので嬉しいです。リカさんがお子さんを着せ替えして、そのまたお子さんがリカちゃんを着せ替えしてる、自分じゃ叶えられないなんだブリブリのドレスだったりとかを今娘が喜んで着てくれたりするので、本当着せ替え、リアル着せ替え人形だなすごいね、楽しんでます。そんな姿を旦那さんは、お父さんはどう見てます。ちょっと遠目から微笑ましく終わり、ちょっと自分も参加してきたり、だからぶっちゃけママよりパパのフジモンの方が人形ごっこすっごい気持ち入れてやってます。パパお人形さんごっこしようって言われたらすごいママのユキナよりも本気でやってます。本当にちょっと私ここに行きたいわとか、ご飯作った時に子供の部屋からそういう顔が聞こえてくると笑っちゃいますね。微笑ましいですか。微笑ましいけど笑っちゃいますね。なんかいい年子のおっさんがリカちゃん持ってママよりもちゃんと気持ちを入れて人形さんごっこやってるので、